はい、どうもホッパーです。今日はですね、これ見ての通り、スーパー戦隊今やってるやつですね、騎士竜戦隊竜ソージャーのショーを見にデパートに見に行ってきたんですよ。でデパートのショーってすげー久しぶりなんですよね。あのヒーローショーにもグレードってもんがあって、グレードって言い方は変か、規模ですね、規模がどんどん大きくなっていくんですよ。あの住宅展示場、デパートの屋上、Gロスト、って言っても多分あの馴染みがない方はあれなんですけど、まあ、平たく言うとあの Gロストってあれです、あの後楽園です。いつもあのスーパー戦隊があの宣伝やって、後楽園遊園地で僕と握手、まあ、関東限定かもしれないんですけど、こういう CM やってるのが、後楽園、今でいうところの G ロストに当たるわけですね。でまあデパートの会場に来たのが本当に何年ぶり、何年ぶりどころか10年ぶりくらいじゃねえのっていうくらい、基本的に普段見に行くとしたらシアター G ロスト、後楽園に見に行っちゃうわけですよ。で後楽園、その G ロストっていうのはまあアクション界でいうともう全国大会レベルなんですね。まあ理由としましては、あのヒーローショーの、まあ、ちょっと内輪というか中川の話になっちゃうんですけど、ヒーローショーにも規模が当然あるんで、住宅展示場デパートってさっきお話ししたんですけど、要はこっちの方っていうのは地方のアクションチームとか規模の小さいアクションチームの人がやってくれてるわけで、まあそれこそ一番下に入ったらバイトさんとかもいるわけですよ。あのバイトさん、あのアクションマンのバイトさんみたいな感じでっていう劇団ちっちゃな劇団さんが頑張ってやってくれてるところもあって、それがどんどん上がってて、 G ロストとかになると規模が大きくて、本当にテレビで活躍されているアクションマンの方々がやってらしたりするわけですね。なんであのヒーローショーなんか大したことねえだろうって思って G ロスト行くと結構度肝を抜かれると思います。で逆に言うと住宅展示場とかだと、まあ演者の差というのもあるのかもしれないんですけど、まあ G ロストっていうのはアクション用に作られたステージなんで、あの3階層に分かれてるんですよ、縦が。なんで本当に上から落っこちたり、プロジェクションマッピングを使ったりで、とにかく設備自体もいいので、ものすごくいろんなことができるんですね。対して住宅展示場って想像してみてください。つか1回でも行った人だったら分かると思うんですけど、めちゃめちゃドブラットなんですよ。もう高低差がないから、奥行きも合ってないようなものだし、まあ奥行きはまあ広いからあると思うんですけど、その高さがないんで、その舞台を表現しようとするときに結構辛いんですよね。演出でやろうとしてもできることがかなり限られるんで、っていうのでどうしても差は出てしまうんですけど、でまあそこをなんとかするというのが、まあ本とか演出なんですけどね。で今日見てきたのはそのデパートで、デパートのそのショーがすげえ久しぶりなんで、これ始まるまで待ってなきゃいけないのかなと思ってステージに行ったんですよ、2時間くらい前に。でそしたらステージのところにマット引いてあって、でまあここで見るんだろうなっていう感じなんだけど、誰もいねえんすよ。まあ今日日曜日だったんですけど、お外出た方は多分わかると思うんですけど、これ5月の陽気じゃないですね。もう35度超えてんじゃねえのっていうくらいもう灼熱なんですよ。で火抑えてくれるようなもの何一つなかったんで、もうめっちゃ灼熱地獄で、こんなとこ2時間待ってたらショー始まる前に干からびて倒れるわっていう感じだったんですね。なんでもうちみっこ含めて誰もいない感じですね。で何もないかと思ったらそうでもなく、みんなしっかりとあれですね、お子さん連れで慣れてる方々はちげえなと思ったのが、みんなねレジャーシートをね敷いて、で何かしら物を置いてって、いや場所通りですよ、お花見かって感じで。いや賢いんですけどね、あんなとこ2時間も座ってたら倒れちゃいますから。でだからそんな感じでレジャーシート引いてあったんで、あなるほどこういう風にするんだと思って、自分も荷物ちょろっと置いて出てきたんですけど、でその後しばらくしたらちょっと戻ったんですよ、心配になって。頭何も考えずに手元にあったカバンボーンって置いたんですよ。でそしたら考えてみたら、
あかん、リチウム電池入ってる、バッテリーチャージ入ってるな、これ、この炎天下のものを置いといたら火とか出ねえって、だいぶ不安になりまして、まあ、置いてから15分くらい経って思い直して怖くなって取りに行って、で、別のもん置いてきましたね。というか、チャージャーだけ持って帰ってきました。で、なんか最前センターのレジャーシートを引いてあったところが、すごい懐かしいものが引いてあって、なんだと思います？って言ってもわかんないか。あれなんですよ。1988年、超獣戦隊ライブマンっていう、まあ、偉い昔の、もう本当に自分世代の戦隊のレジャーシートが引いてあったんですよ。うわ、これ入った二代親父かなって、要は、お父さんが好きで、子供さんが好きで、お父さんも好きな、気合の入ったオタコ親父がいるのかなと思ってたんですよ。で、ショー始まったら、なんとびっくり、大人二人組がカメラ構えて、ビデオカメラ三脚で用意して、あれだ、置いてありましたね。ショー撮ってましたね。まあ、邪魔にならないようにちゃんと目線で押さえてましたけど。ね、後ろの人のこと気にせずにショーとか撮る人たまにいますけど、そういうのはちゃんと気にされてた方だったんで、全然良かったんですけど、大人だけとは思わなかったんで、ちょっとびっくりしました。そう。で、ショー始まって自分も撮ったんですよ。撮ろうとしたんですけど、あ、でもこれ最近習わしじゃないですけど注意があって、ショーとかは撮影してもいいよ、撮影動画も静止画も撮影していいけどネットにアップしちゃダメよっていうのが会場のお姉さんから言われましたね。最近結構撮影会でもそういうの多いんで、なんで撮ってはあるけどアップはできませんっていうことで、はい、まあ撮ってはあるんですけど、アップできませんなんですけど、それともう一つ物理的な問題としては、そのあまりの暑さに、今これ撮ってるの、こいつ携帯で撮ってるじゃないですか。で、この携帯でそのまま撮ろうとしたんですよ。でね、これね、本体黒いんですよ。で、炎天下の灼熱地獄の中撮ってるじゃないですか。熱やばいことになるんですよ。ほんと、やけどしそうなくらい熱くなるんですよね。で、そしたらね、携帯自体が、本体が熱すぎて、もう中身に支障出るんで、動画撮るのやめますって言って、撮り始めたら1分半とかで、勝手に動画切るんですよ。で、その後、冷やすまでしばらく撮れませんって言って、動画撮れないんですよ。なんで、もう静止画で頑張ってパシパシ、パシパシ撮って、で、出番が、ヒーローたちの、竜装者の出番がない間は、電源、つうか、カメラモード切って、日陰に持ってって、手ブンブン振って、なんとか冷却しながら、で、ここぞっていうところだけ出して動画撮って、っていう感じでしたね。まあ、ほんとそれでもね、2分も持たないんですよ。あまりにも暑すぎて。これは誤算でしたね。いやー、びっくりしたわーって、夏ショー撮ろうとしたらちょっと考えないといけませんね、と思いましたわ。で、ショーの内容的には、まあ、人数的には結構ギリギリ感がありましたね。戦闘員2人に怪人1人でコマンダー1人の、要は敵側4人なんですよ。だから普通に戦ったら数の暴力になっちゃうんですよね。竜装者見ての通り5人なんで。レッド、ブルー、ピンク、グリーン、ブラック。5人いるわけなんで、一緒に出てきちゃったらマジいなっていうのが終わってから分かったことですね。で、最初はね、序盤はね、怪人とか、要は敵側4人全員出てきたんですけど、最初に出てきたのはグリーンとブラック。で、わちゃわちゃ戦った後に、敵のコマンダーが出てきて、お客さんいじりをするんですけど、またこの尺が長えんだ。ショー全体が30分あったとしたら、このコマンダーの客いじりがだいたい15分から18分くらい。半分以上一人で回してる感じ。まあ、話の上手い人だったんで面白かったんですけどね。割とおちゃらけと進行を上手い感じに運びつつやってたんですけど。そう、だからなんだろう。地方っていうか人数少ないの特有の上手い回し方だなと思って感心して見てましたね。で、その客いじりが終わったら、
5人が出てくる感じですね。5人がっていうか、そうそうそう、あのレッドはん違う 3人か、グリーンとブラックは兄弟で2人でいつも行動してるんですよ。でこっちのレッド、ブルー、ピンクは幼馴染で、こっちも3人でいつも行動してるんで、まあパート分けみたいな感じですね。そうそう、最初グリーンブラック出てきてわちゃっと戦った後に、覚えてねえけど多分レッド、ブルー、ピンクが出てきて、で巻いた後にコマンダーのあのお客さんいじりで終わった最後戦うぞっていうところで、5人が全員出てきて、あの正義に使える5つの剣、騎士流戦隊竜装じゃ、俺たちの騎士道を見せてやるって言って戦っているところ、戦い始めて、そこはね、あのさっき話した通り決死の覚悟でね、あの動画回したんですよ。で竜装ブルーがこいつね、こいつ戦ってて、かっこよく戦っているところの途中で切れましたね、1分半で。そうで、あの一番最初に話した通り、その場所とか規模だ、あの人数とか設備の規模ので結構差が出るっていう、クオリティに差が出るっていうお話したじゃないですか。今回に限ってはそんなにひどくなかったなって。やっぱりね、本当に落差があるらしくって、先日あの住宅展示場でのショーを見た人の話を聞いたんですけど、聞いたらグリーンが新人さんだったのかなっていうくらい結構たどたどしくって、どんな感じだったんだろうって思って動画見せてもらったら、あのこれで見て分かる通り、グリーンってあの逆手持ちなんですよ、剣スピードキャラクターで、なんで逆手で剣持ってパシン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 戦うタイプなんですね。なんですけど、まあ斬撃が緩いというかぬるいというか、あのおっかなびっくりやってる感じで、じゃあこの人、その人をグリーンにする理由は何だったんだろうって思って、で、あとそう、もう一つがお姉さんが慣れていない。あのほらヒーローショーのお姉さんってもうテンプレというか、まあテンプレがあるじゃないですか、もうこうっていう、もう一番最初に入ってきたら、みんなこんにちは、あれあれ元気が足りないぞ、こんにちはって、もう要はあのテンションが 140% くらい、あの血管切れそうなくらいのテンションで来てくれないとちみっこも乗らないじゃないですか。で、あの興味にいたところのお姉さんはちゃんとしてるお姉さんだったんでよかったんですけど、なんかね、前いたね住宅展示場のお姉さんがなんか引くくらい乗れない感じだったらしくって、あのなんだろう、当日にお姉さん熱出しちゃったんで事務所のスタッフに無理やり読ませました感がすごかったっていうくらいテンションが乗ってないお姉さんがいたらしくって、っていうのを聞いてたんで、ちょっと久しぶりにそのなんつうんですか、ステージ以外のショーっていうのを見るのにあたって心配してたんですけど、まあそんなこともなくすげえ素晴らしいショーでしたね。でまあショー終わった後30分あの炎天下灼熱地獄の中ショーがやって、終わった後にちゃんとちみっ子たちに全員、会場にいるちみっ子たち全員と握手、炎天下の中5人出てきて握手終わるまでずっとやってましたよ。素晴らしいですね。もうそう十二分に楽しませてもらったんで、自分としてはあの盛大な拍手を送りつつ、あとは演者さんたち倒れないでねっていうので、今日は締めたいと思います。ありがとうございました。